今の衛星平和と称するものの中で一番生きやすいっていうのはどういう言い方なのか。自分のことより周りにどうかする、自分のことより周りと同じように色に染める、もっては自分自身を失って周りのわけのわかんないような色に染める、これが今の常識であり、そしてそれがみんな仲良くできるような格好つけない平和、こう捉えてるではありませんか皆さん。だから自分自身が本当に言ったことを言えば異端児と言われるとか、何お前のこと言ってんだ、突拍子もなくと言えばみんなからソース感を食う。だから皆さん方の発言の中においても、あるいは皆さん方の行動の中においても、こういうことを言えばみんな受けるだろう、こういうことすればみんなが賛同してくれる、だから言う、しないものは言わない、やらない。まあ、もちろん自分がやられて嫌なことはやる必要はないわけだし、しちゃいけない。でも自分自身の考えてることを素直にこうなんだけど、それに対してちゃんと受けて、いやそうじゃないだろって言えるような環境になっているのかどうかということなんです。言うこと自体がタブーされてる。特にこのマスコミ市場に喧伝されてる連中、特に永田町の連中なんか特にそう、いわゆるそれをオポチュニストって言う、いわゆる大衆政治家、大衆に迎合する、みんながそうだ、だから僕のその後ついてこい、これが今のバカな政治家の典型。そうでしょ、だから世論調査だどうだ気にする、マスコミが何を言ってるか気にする、マスコミに叩かれること言わない、やらない、いいかい。じゃあみんなって何なんだ、常識って何なんだ、いいかい。みんながみんなって言うけど誰がみんななんだよと、目に見えないわけのわかんないものをみんなみんなと言ってる、みんながそうなんだ、そんなこと言ってはいいかい。先ほどから夜東京オリンピック反対、こんなのはね、この品肺炎、いわゆるウイルスが蔓延した直後から言ってる。それは私の反対意見っていうのは、被害がたくさん蔓延するからと同時に、ウイルスと人間はどっちが偉いんだ、人間様よりもはるか昔からくっついてるのはウイルスなんだよ、過去に何回も人間を殺してるわけでしょ。つまりもっと言えば、人間にはまだまだ理解できないことがたくさん世の中にあるし、地球の何を人間が知ってるんだ、たかが海の100メートル以上深海といって誰も知らない。